アマゾンミュージックはアマゾンが運営する音楽配信プラットフォーム及びオンラインミュージックストア。以前はアマゾン MP3 と称していた。日本では8つのプランを展開しており、そのうちアマゾンミュージックプライムはアマゾンプライムの会員特典であり、プライム会員であれば追加料金なしで利用できる。2007年9月25日にベータ版が公開され、 2008年1月にデジタル著作権管理なしで多くの独立レーベルと同様に4大メジャーレーベルの楽曲を販売する最初のストアになった。すべての曲はもともとは2 5 6キロビット s の可変ビットレートの MP3 形式で顧客ごとのウォーターマーキングや DRM なしで販売されていたが現在は一部の曲はスカしを入れられている。 レコード会社とのライセンス協定により音楽を販売できる国が制限されており、米アマゾンはアメリカ合衆国居住者のみに音楽を販売することができる。米国の後、アマゾン MP3 は2008年12月3日に、イギリスで2009年4月1日に、ドイツで2009年6月10日フランスで開設された。ドイツ版は2009年12月3日、 以降、オーストリアとスイスでも利用可能になった。アマゾン MP3 ストアは2010年11月10日に日本でも開設した。スペインとイタリア版は2012年10月4日に開設した。2011年3月29日にアマゾンはアマゾン MP3 ストアの拡張としてアマゾンクラウドプレイヤーをローオンチした。日本国内では8つのプランで展開されている。 立ち上げ時にはアマゾンは18万人以上のアーティストからの200万以上の曲と EMI やユニバーサルミュージックグループを含む2万以上のレーベルを米国の顧客限定で販売していた。2007年の12月、ワーナーミュージックがアマゾン MP3 のカタログに提供すると発表し、2008年1月にはソニー BMG が後に続いた。 現在のカタログは2910万曲である。アマゾンミュージックの利用可能地域2008年1月、アマゾンはアマゾン MP3 を国際展開する計画を発表した。アマゾンはユーザーのクレジットカードの発行国をチェックすることで国際的なアクセスを制限していた。最初の国際版は2008年12月3日に開設されたイギリス版である。ドイツ、 フランス、日本、イタリア、スペイン版のストアがそれ以降開設された。デジタル購入に加えて、アマゾンミュージックは、ストリーミングサービスも提供していた。音楽カタログの一部の曲が無制限ストリーミングが、できる、サービス、プライムミュージックを2014年の中旬以降数カ国のアマゾンプライム会員が、利用できるようになったカタログの全曲がストリーミング、できる、サービス。 ミュージック・アンリミテッドは2016年下旬以降に追加または単独での購読で利用できるようになった。Amazon MP3 のカタログは amazon.com のウェブサイトからアーティストやタイトル名を検索することでアクセス可能であり、購入した曲をダウンロードするために Amazon は Amazon クラウドプレイヤーか Amazon MP3 ダウンローダーを提供しており、 単一曲を購入する場合それらの利用は任意であるがアルバム購入の際は利用が必要になるダウンローダーは Windows、MacOS 10 10.4かそれ以上 Linux であるが Linux のバージョンは最近の発表に準拠するように継続的にアップデートされておらず 64bit アーキテクチャでは利用できなくなっている2008年3月2009年12月以降 各々が無料の代替ダウンローダーのクラムズとパイメイザーアンが Linux 向けに存在した。現在 Amazon はダウンローダーの Linux サポートを取りやめており Linux ユーザーには MP3 ファイルを別々にダウンロードするよう強いている。代替ダウンローダーはユーザーエージェントパッチがなければもはや動作しなくなっておりまたパッチを適用した後ワインで動く Firefox には アムズファイルのダウンロードが要求された。特定のフォルダーに購入した音楽を保存し、再生でき、ユーザーが任意で楽曲のダウンロード後に、自動的に曲を、Windows Media Player か iTunes のライブラリーに追加することができる。Amazon MP3 アプリも、Blackberry で利用可能になり、Android OS 向けにも HTC Dream と、Motorola Droid スマートフォンにプリロードされていた。 アプリケーションは携帯ユーザーに Wi-Fi 接続時に個別の曲とアルバムをダウンロードできるようにする。WebOS に基づいたパームの携帯電話にも Amazon MP3 アプリがプリロードされていたユーザーは Wi-Fi か携帯回線で曲をダウンロードできた。Amazon MP3 アプリは携帯電話のルート化しなければ削除することができず、ルート権限を取ってしまうと保証がなくなる Mac。 OS と Windows 向けのメディア管理アプリ WTWIST も Amazon MP3 ストアに統合され、ユーザーが検索や購入及び MP3 を直接非 Apple のデバイスと同期させることができるようになった。2008年2月1日、ペプシは Amazon MP3 と提携し、ペプシスタッフプロモーションを導入した。顧客は40億本のペプシドリンクで提供されていた。 ペプシポイントを、ワーナー、EMI 及びソニー BMG の MP3 ダウンロード曲と交換できた。ロックスターゲームの2008年の作品、グランドセフトオート4は Amazon MP3 につなげる。ゲームのプレイヤーは、ロックスターソーシャルクラブにのウェブサイトに、ゲーム外の E メールを受け取るために登録することができる。E メールには、Amazon MP3 からの目立つ楽曲を、 購入するためのリンクが含まれている。マイスピースは2008年9月以降マイスペースの音楽機能の一部として Amazon MP3 の音楽を販売した。Amazon MP3 への最初の反応は外して肯定的だった。Apple の非公式ウェブログは発売時の iTunes Plus の曲よりも安いことや特に DRM フリーであることを称賛したが、 レビュアーはアマゾンのウェブサイトよりも iTunes のユーザーエクスペリエンスが優れていると考えた。ギガムのオムマリックも DRM フリーと高いビットレートを称賛したがアルバムをダウンロードするために別のアプリケーションをインストールする必要があることを嫌った。全体的にレビュアーは私は iTunes 上で購入ボタンを押す前に誰もがアマゾンストアを閲覧することが 理にかなっていると思うと述べた。2007年にワイヤードニュースのリスニングポストブログのエディオット・バンバス・カークにがアマゾン MP さんが個人的に識別可能な情報を持つウォーターマーケティングを埋め込んでいるかどうかを調査した。バンバス・カークはアマゾンの広報担当者の発言を引用してアマゾンはスカシを適用していない。楽曲のファイルは一般にレーベルから提供されているが 一部のレーベルは楽曲を販売した小売業者を特定するためにスカシを使用しているとした。この調査では Amazon MP3 で購入したことを示すためにトラックにスカシを入れることができるが特定の顧客が特定の MP3 ファイルを購入したことを示すデータはなかったと結論付けた。この初見は当時の Amazon の方針を反映していた。しかし2011年までに ポリシーが変更され、明示的にラベル付けされたトラックには、他にも1位の識別子を含むレコード会社の必須メタデータが埋め込まれている。の購入された各 MP3 曲のメタデータに埋め込まれているのは Amazon がユーザーの注文に割り当てる乱数、Amazon の店舗名、購入日時、アルバムと曲を識別するコード、Amazon のデジタル署名。 およびオーディオが変更されたかどうかを判断するために使用される識別子を含む。さらに Amazon は Amazon.com アカウントに関連付けられた電子メールアドレスの最初の部分を挿入する。トライアル会員の一時的なプロモーション期間中にダウンロードされた音楽はメンバーシップが継続されないとアクセスがブロックされる。Amazon クラウドプレイヤーは デジタル音楽ストアと統合されており、ユーザーは、ウェブブラウザ、モバイルアプリ、デスクトップアプリケーション、ソノス、および特定のスマート TV などの他のプラットフォームから、音楽を保存し、再生することができる。Amazon クラウドアカウントには、無料の 5GB の空き容量がある。ただし、Amazon MP3 ストアで購入した音楽は、ストレージの上限にはカウントされない。音楽が、 Amazon クラウドプレイヤーに保存されると、Amazon ミュージックアプリケーションを使用した Android、または iOS デバイスのいずれかにダウンロードするか、Amazon MP3 ダウンローダーを使用して、コンピュータにダウンロードするかを選択できる。Amazon クラウドプレイヤーには、ユーザーが iTunes ライブラリー、または Windows メディアプレイヤーライブラリーを Amazon クラウドドライブにアップロードできる。 アドビエアアプリケーションである Amazon MP3 アップローダーが付属している。Amazon クラウドプレイヤーでは10台のデバイスの認証が可能。顧客は Web インターフェースを介して古いデバイスの認証を解除することができる。もともと Amazon クラウドドライブにバンドルされていたのはクラウドプレイヤーと呼ばれる音楽、ストリーミングアプリケーションだった。 ユーザーはインターネットに接続している任意のコンピュータや Android デバイスからクラウドドライブに保存された音楽を再生できた。PC 用の Amazon クラウドプレイヤーは2013年5月に Web ブ,ブラウザ以外で音楽を再生するためのダウンロード可能な Windows アプリケーションとしてローンチされた。Amazon クラウドプレイヤーの OS 天板は2013年10月にリリースされた。 2015年12月8日、Amazon Prime Music は、デノン、エレクトロニクス・ヘアスのデノンワイヤレスサウンドシステムで利用できるようになり、音楽やエンターテインメント愛好家のための新しいストリーミングアウトレットが追加された。2016年10月12日、Amazon Music Unlimited が米国でリリースされた。Music Unlimited は、 無制限のフルカタログのストリーミングサービスで毎年または毎月の定期登録が可能それは Amazon プライムアカウントに加えて請求され Amazon プライム会員でなくても利用可能その後2016年11月14日に英国ドイツオーストリアのユーザーにサービスが拡大した Amazon がレコードレーベルの承認を得ずにサービスを開始したことから クラウドプレイヤーに関する多くの解説は合法性に焦点を当てている。アマゾンの公式声明では、クラウドプレイヤーは、顧客が自分の音楽を管理し、再生できるアプリケーションであり、既存のメディア管理アプリケーションと同様であり、クラウドプレイヤーを利用可能にするライセンスは不要だと述べた。テクノロジーウェブサイト、アルステヒニカは、ユーザーが、 自分の音楽をアップロードして再生しているため、これは一見論理的であると指摘しました。これはオリジナル購入でユーザーが取得したライセンスが外付けハードドライブ、またはデジタルオーディオプレイヤーに曲を転送して再生するのと同様にクラウドプレイヤーにも適用される。テクダートはクラウドプレイヤーはすでに音楽ファイルを持っている人々が保存し、 インターネットからストリーミングできるようにしているだけだ。なぜ彼らが持っている音楽を聴かせるために、追加のライセンスが必要なのだろうかとコメントしている。レコードレーベルは、アマゾンクラウドプレイヤーの立ち上げに衝撃を受け、このような種類のサービスにはライセンスが必要だと主張した。知的財産権弁護士のデニス・ハウエルは、クラウドストレージの合法性と、 すでに購入されたアイテムへのリモートアクセスは直感的に理解できると述べているが、レコードレーベルの反応とオンライン音楽サービスに対する法的措置の実績を考えると問題を解決するために決定的かつ厳しい司法の判決を得ることになる可能性があると警告した。ありがとうございます。